こんにちは、レウトです。今回ですね、プロモデラーの小島大隊長さんのお宅を突撃訪問したという回の第2回目となっております。今回もすごい作品出てきますので、ぜひ最後までご覧になってください。これ18年のちょっと変わった、はい、いい世界。ちょ、カメラに映せるやつってどうですか。どうしましょうか。ちょっと、これはシャドウボックスって言って、特定の角度からしか見れない。要は見せたい角度以外は作らなくてもいい代わりに、その角度で絵が成立するように。うわ、これもう本当にこれ、ね、輸送機にない、まさにオーケストラ、カメラ越しだと本当にあれですね、いわゆる現実。なんかもう1年間の制作量とかすごそうですね。今年30ぐらい。うわぁ、ジャングルの。ああ、さっきですよ。これさっき。これさっき。うわぁ、すごい。すごいなぁ。このなんかこう、湿ってる感じも、塗装でってことですか？ウェットな感じ。ウェットな感じ。砂とかをちょっと濃いめの色を選んで、で若干その湿り気が残ってるような感じの色合いに塗るっていうのかな。すごい。このなんかヤシの木も本物にしか見えないですよね。実際に吹いてんじゃないかみたいな感じに見えてきちゃう。こういうの売ってるもんなんですか、それとも。葉っぱはね、紙をレーザーカットして紙なんですかこれしたやつが売ってるんですよ。あ、紙作りさんっていう会社の。そうそう、それがすごいなと思う。そうそうそう、おっしゃる通りなんですよ。ジオラマってストーリーが必要なんですよね。で、形のあるもんっていうのはどうにかすれば作れるじゃないですか。だからそれができない、例えば風とか寒さとか湿度とかをどうやって表現するか。だからこいつ風吹いてるでしょ。そうですね。砂っぽいんですよ。そうそうそう。なんかもう砂が舞ってそうですもんね、ここに。なぜなら、マントが瞬いてるから、風を感じるんじゃないっていう。はぁ、なるほど。そういうのってもうなんか、自分で編み出してる感じなんですか？あのね、いろんな人のいろんな流派の、いろんな考え方の作り方があって、その中で自分に向いてるやつをこう、どんどん試していくと、なんだろう、醤油味なんだけど極太麺とかね、いう独自レシピができるわけですよ。豚骨なのに麺太いみたいな。すごいなこれ。いやー、まさになんか本当に作れるようになりたいですね。すこの辺り全部そういうジャンプパーツです。本当だ、木とかが見える。捨てれないんですよね。何がいついるか分かんない。じゃあなんとなくどこに何かが入ってるっていうのが。大雑把には、これはとあるものに使うためにより分けたりとか、あとは、これは AFV 系、AFV ってそれこそタミヤの戦車のプラモデルの中でも
フィギュアの付属品。ほう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 。ヘルメットとか銃とか。あ、うん、そういうのを集めたり。確かに。でっかい方は、それこそ、こんなら戦車のバラバラになったパーツとか入ってます。確かになんかどっかで使えるかもしれないってなりますね。そう、もうね、あの、もったいないお化けにとって使えるで、こっちのは、だいたいガンプラ系。で、一番下だけはポリキャップだけ。お、へぇ。あの、改造するときにいるんですよね。おぉ。ポリキャップ仕込めば何でもくっつくから。なるほど。でも、電気使うコード系。やっぱグルーガンって必要なんですね。どういうときに使うんですか、これね、僕は、こういうのも接着、はい、で後からちょっとつけたいとか、あの大きいものはちゃんと専用の接着剤使うんだけど、ほうほう、あとこういう電飾配線とか使ったの後ろだと大丈夫ですか後ろはいいこういう電飾配線を仮固定するときに、はい、線ごとちょっとグルーガンでスタイルに固定しちゃ う, ほ う, ほ う, ほう、これってそもそも何 なんですか、これ。これね、スタイルフォームって言って、住宅の壁の中に入ってる断熱材です。あの、軽いのと、削りやすいんですよ、すぐ。あ、本当だ。あ、本当だ。こんな感じで。すご。切っちゃっていいんすか見えないところだね。なんでこ、こういうのを使うと、はい、使って、今、割と辛い位置だけど、削ったりとか、溶かしたりとかして、岩山を作ったり。溶かすと普通に熱とかで溶けるんですか？溶けます、溶けます。これはね、それを溶かして切るためのカッター。すごい、これ。ここの針金が自由な形にできるから。ああ、なるほど。そうすると、波とか海とかも、これで彫刻できる。へぇー。手作ってると思わなかった。キーンって言ってると熱くなってるよっていう。ああ、ほんとだ。なるほど。こういう感じ。うん。で、こっちはまっすぐに切るための。お、すいません。あ、いいっす、適当に。なんてメーカーさんですか？これね、プロクソン。プロクソン。一番有名なのは、はい、こういうリューターを出してるメーカー。リューターってあのハンドドリルね、回るやつですよね。で、そこがこういう機材回り結構やっていて、で、これ端材なんだけど、ここにピタッと当ててこうすると、手とか切れちゃうものなんですか？いや、手は切れない。ここが熱くなってるの。なんか熱で切ってるんですよ。で、例えばこういうふうに、自在な曲線とか。映るかな、すごい。あ、本当だ。こんな感じ出てますね。これ手が触れてもちょっと熱いぐらい。熱いぐらい。うん、あの、ここが、指がざっくりとか、そういうことではなくて。スイッチを入れてる間だけ熱を発してる。気持ちいい。サクサク。